ワンナイト人狼でーす。はい、中国でワンナイトでーす。はい、ちなみに今回は、あのワンナイト人狼ってプレイヤー人数プラス2枚カードがあって、はい、その中に入ってるのが、まず人狼2人、うん、で、占い師1人、怪盗1人、てるてる1人、お釣り人かな、釣り人、うん、で、あと全員他が村人、うん、って感じになってます。お結構みんな大体わかるかな、うん、怪盗は、変わったらその人になっちゃう。だからもし人狼と変わったらその人はもう人狼として振る舞わなきゃいけない、うん、そうですね、人狼側になっちゃう。そうで、もしかしたら人狼だった人も怪盗と交換されてたら、もしかしたら人狼じゃなくなってる可能性もあるけど、人狼側、交換された側は分かんないの、交換されたかどうか。そうそう、だから結果が出た時に、そう、難しい、難しいですね。そう、一回やってみると分かるやつですね、これ。そうだね、とりあえずね、一回怪盗で、これはもう一夜で終わりますんで。一夜で終わりで、てるてるはもうあの自らこう処刑されたい願望が強い人っていう。そう、処刑されたら勝ち。そうです、釣り人は。はい、あー、なるほど。まあだから今から見ます、で、占い師はこの間に見ます、回答もこの間に交換します、うん、で、最後に 処刑の何、異性の性みたいなやつ。そうですね、あの投票か、うん、投票やって、選ばれた人は殺される。で、それが人狼だったら、人間チームの勝ち、人狼を殺せなかったら人間チームの負けっていうシンプルな、うん、とりあえず人狼を倒すのが大事。そう、第一優先。そうそうそう、なるほど。一人でも見つければいい。わかりました、わかりました。人狼は1人なんですもんね。あ、オッケー、はい、人狼は1人。あ、人狼最大2人かな。最大2人。あ、そっか。でも0人の可能性も、うん、まあ、なきにしもあらず。はい、はい、見えない。ワンナイト人狼久しぶりにやるな、ね、この大人数でやるの初ですね、僕。え、そう、ワンナイトこんな人数、ね、なかなかだいたいなんか、4、5人とかね、やるのがね。そうそうそう、人狼を考えた人って天才だな。ね、すごいね。むずいゲームだよね、これね。ではじゃあ話し合い開始でーす。はいはいはい。じゃあまず占い師いく？あ、なんかここにあの現在以下の役職がいますってこう表示されてるんですけど、これは関係あるんですか？ああ、だからそれはいるよってこと。あ、こんな感じね。なるほど。それはいるんだけど、そのうち使われてないカードが2枚ある。あ、なるほど。そう、だからもしかしたら、そう、あの占い師とかいないかもしれないし、街灯もいないかもしれないし、釣り人もいないかもしれないし、なるほど、人狼も最悪いない。なるほどね。平和な、平和な。でも2枚中2枚が人狼ってことはなかなかないと思う。はい、さあじゃあ話し合いしましょう。はい、はい、じゃあ占い師で。はい、はい。村人だったから、え、みんな村人、みんな村人。いや、でも今村人って言われたけど、スー君の顔が、え、どういうこと、どういうこと、これ繋がってる、違う説。人狼同士説。人狼同士説。ちょっと待って、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 おかしいな、おかしいな、話が変わってきたな。え、まず村人さんにおることがおかしいから、そもそもね。そうそうそう、まあ、2人ずつ、まあ、そうね、まあ、最悪村人、村人占い師いない説もあるけどね。あ、そうだ。みんな忘れてた。占い師のね、パターンだったとしたらさ、人狼人狼てるてるでみんなが通ってる。やば。みんな通ってる。絶対それは事故ってるから。事故りすぎ。そう、それは事故なんだよ。でもちょっと納得しないような顔してる。あれ？そうだね。市民なんで。市民。ドン。ドン。じゃあ今、何にも上がってないのがグッピン料金法。グッピンは私が占う。あ、そう。じゃあ項目選び料金。僕も出てないですね。ここ二人は何も今。僕も村人ですね。役職も特になるので。じゃあ、そこら辺で。次じゃああれをちょっと聞いてみたいんだけど、回答は？自分回答だったよっていう人。もう出ちゃうここで。いや、別に、出なくてもいいんだけど、市民とって。そう、村人と交換してたら別に行った方がいい。さあ、誰だ？おお、誰と？誰と？グッピーさん。うん。おお、なるほど。市民だった？市民だった。ああ、なるほど。だから多分、そっか、私が多分村人と見て、で、その後に交換した。怪しいな、怪しいな、怪しいな。まあ、そうなる。怪しいな、あなたが一番怪しいかもし
いやいや待って、え、でもさ、これさ、そうだ、回答これ回答って出るんじゃない、出るんですよね、回答ってことは、ちょっと嘘ついてる、待って落ち着いて、一回落ち着いて、投票しますか、はい、はい、じゃあ投票しましょう、せーので、なんか変わってるかな、じゃあ人狼だと思う人にせーので指を指しましょう、いきます、せーの、はい、圧倒的に翔くんの方が多いかな、違うな、そうだね、翔くん指しましょう、翔くん以外の人いる、あ、翔くん以外は、翔くん、あ、いない、なんでやねん、なんでやねん、はい、じゃあ翔くん、なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん、1、2、3、4、5、6、じゃあ、すいませんね、じゃあ処刑します、はい、どうかな、下手くそだよな、ありえねえな、下手くそ出ちまった、さあどうなんだ、でも分かんないよね、まだね、あ、テルテルだ、え、テルテル、テルテル、そっか、勝ちだー、ミスったミスったわ、え、いや、私人狼なんだけど、なんだい、なんだい、そっか、ダメじゃん、私テルテル分かっとくか、刺しちゃいけないのか、自分人狼だから違う人に刺さなきゃいけないはずだったんだけど、ついついテルテルに刺しちゃったんだ、そうじゃん、やばそうじゃん、分かってたわ、え、すごい、テルテル一人勝ちだ、やったー、わー、悔しい、めっちゃすごい、やった、よかった、悔しいわ、純粋に占い師は私、あー、そうなんよ、これはもうどっちかが人狼だからちょっと泳がせよって静かに、あー、そういうことか、いやでも無理だった、いやだってエンちゃんから知るかせんの無理だもんね、うん、だからあ、もう3人来た、あ、事故ったと思って、あ、やばいなと思って、それどうにかして俺を、そっか、じゃあテルテル風にした方が良かったのか、そうなんだ、エンちゃんにはバレてんだもんね、私が違うことは、そう、違う、そう、2人とも違うのは分かって、バレてるからね、うわー、むずい、やったぜー、一人勝ちだ、回答は出たんですか、回答は、で、回答だったの、あ、それは本当、そういうことだ、そっちが本物やった、あ、本当、ちょっと嘘つくかなと思ったけど、うん、そうや、で、ここで市民ってなって疑われたってことですね、そういうことですね、あ、なかった、おかしいってなった、よかったぜ、やったぜ、はい、というわけで、じゃあ貴族人狼でした、ありがとうございました、やったー、うわ、くそー、やったぜ。